小玉大一郎は、テレビ宮崎のアナウンサー。宮崎県宮崎市出身。ただし、途中に潮月郡高千穂町に住んでいた時期があり、小学4年生の時に、宮崎市立大与度小学校から高千穂町立高千穂小学校へ転校している。中学も高千穂町立高千穂中学校に、通っていたが、後に宮崎市へ戻って、 宮崎市立大淀中学校と宮崎県立宮崎南高等学校に通う。宮崎大学教育文化学部社会システム課程への進学後にはテレビ宮崎でアルバイトをしながらアナウンススクールに通っていた。大学を卒業後、2007年に大分朝日放送に入社した。 アナウンサーとしての採用であったが、入社から1年間は宮崎弁が抜けなかったことからテレビに出られず、報道記者をしながら標準語の訓練をしていた。この間の報道現場の体験や原稿書きなどの業務はアナウンス業務復帰後の自身の糧になっているという。大分朝日放送を退社後、2011年にテレビ宮崎へ移籍した。また、この年に結婚をした。 2013年11月に長男が誕生し、一時の父となる。その後、次男が誕生。学生時代に打ち込んでいたスポーツは剣道。小学1年生の時に始め、大学を卒業するまで続けていた。児玉が小学校、中学校の頃に住んでいた高千穂町の家は、一家が引き払った後もほぼそのままの状態で残されている。2012年夏に、 小玉が裁縫した際には、イタリア料理の店になっており、彼の自室であった部屋も店の座敷として使われている。ありがとうございます。